調査カレッジの好きなところは、ネイティブの先生方と、すべて英語で学べるところです。先生方との距離も近くて、親身になって教えてくれるので、とてもいいと思います。イギリスでは第二言語をたくさん使ったディスカッションが多いため、私も日本で第二言語を使ったディスカッションの機会を多く増やしていきたいです。学校訪問ではイギリスの小学校とグラマースクールに行ったんですが、そこで実際に先生方が使っているメソッドだったりを間近で見ることができたので、とても有意義だったなと思います。学校訪問で良かったと感じたところは、日本の学校との違いや英語の重要性について改めて学ぶことができたという点です。日本の授業の悪いところや、将来自分がすべきこと、自分がやりたい将来の授業スタイルが想像できるようになりました。イギリスの子どもたちと触れ合うことで、教えることの楽しさ、大切さを学べたことです。日本に帰った後は、生徒の積極性を助長できるような授業を展開していきたいと考えています。英語を一つの教科として勉強させるような授業ではなく、便利なコミュニケーションツールとして楽しく話してもらえるような授業をしていきたいです。日本ではこの学校訪問で学んだことを生かして、子どもたちがより英語を楽しく思ってもらえるような授業ができたらなと思っています。日本では教師が伴走し、話すという生徒が受け身の授業ではなく、生徒同士でディスカッションをしたり、グループで活動するなどのアクティブラーニングを取り入れた授業を行っていきたいと思っています。調査カレッジの好きなところは、カレッジ内に寮があり、3食食べれるところです。近くに歴史的な建物もたくさんありますし、バス停や電車の駅も近くにあるため、どこに行くにも便利なところです。